ホワイトボードを使って答えていきたいというふうに思っておりますこれに対してついてくるんでこっからバットのヘッドがこちらにしてくその感覚で試合いくと何でも振っちゃう <music> 宮本慎也公式 YouTube 解体新書座学という形で、えー、質問の中で、えー、実技でまあ今までやってましたけれども まあちょ今回ホワイトボードを使ってまあそういった質問をですね答えていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。打撃に関する質問なんですけど、はい。ボールを打つとき投手のボールが見えてない場合もあります。<laughs> どういうトレーニングをするばいいか。なるほど、これホワイトボードを使うまでもないんですよね。<laughs> 実際ボールっていうのは。 あの打つとこまでで見えてないですね、まあ、プロの世界で言うとですそれこそスポーツ眼科なんか行くとその動体視力を鍛える部分っていうのはいろいろ機会があるんで、まあ、そういったところに通うとか、まあ、例えばこういうホワイトあのボードがあっていっぱいランプがあってで着いたとこからこう真正面見てこうやってポンポンポンって押しにいくようなトレーニングってあるんですけど。 どうなんですかねそれ非常に難しい質問ですねどういうトレーニング、まあ、よくあの今プロ野球選手でこういうのやってる人いますよね。あれもその遠いとこから近いとことかっていう意味で目,を目,目玉を動かしてその遠近感みたいなのを合わせていってると思うんですよ。だからそういう,こうプロ野球選手でもなんかよくこういうふうにしてやってるんで試合前とか、まあ、ああいうのもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。あととは、ね、あのキャャッチャーもいいと思い思ますよ UFO キャッチャーってここの何んですか遠近感みたいなこうやってあここかなと思ったら手前にボンってこう掴みに行ったりとかああいうのも僕は多少の訓練にはなるんじゃないかなとは思うんですよねお金かかりますけどね <laughs> <laughs> いや別にそんななかったんですけどテストをすると そでもその小学校の時とかそんなんないですしプロ入ってからなんかそういうのはありましたけどなんかいろいろね今そ,のそ,れそれこそパソコン使ってなんかいろいろあるんですよ目,目を鍛えるやつっていうのは。でも目って結構大事なんで小学校の時とかってまあ,ある程度見えたりはするんでしょうけど、まあ、年取ってくるとプロ野球選手とか目が落ちてくるんでもう最後なんかもう本当 目なのか体なのか分かんないですけどやっぱ落ち着かないんでその辺は苦労は最後はしましたけど、まあ、トレーニングはそれぐらいしかないんじゃないかなと思うんですよ、ね。もう慣れていくっていうかまあそうですねだからバッティングセンターの中でも僕の子供にやらしてたのは小学校3年生4年生ぐらいから130キロとか打たせるんですよ当たんなくていいから <laughs> でまあバッティングセンターってデッドボールは基本的にないんであまり寄らなければ。 速い球を打たしてで当たるようになってくるんです負けますけどね、はい、で次80キロとか90キロ行ってその1球目にタイミング合うかどうかみたいな<ー>もう大体おっって先振っちゃいますよね。<laughs> ね <laughs> あれの交互とかすごい僕いいと思いますバッティングセンターなんかで例えば4回打てるってなったら最初緩いボールバーンと打ってで次速いボールもう空振りしてもいいんですよ全然。でもそれれを何とか、どれぐらら、い振り出したら 当たるかなとかっていうのをバーテやってで次また緩いボール行ったりとかすると結構そういうので訓練にはなると思いますね。バッティングセンターでできるなんか他の訓練とかってあったりします。バッティングセンターなんかで言うとあのキャッチャーの人はよくパンってキャッチングの練習しますよね。はい、まあそれぐらいしかないかなと思うんですよね、うんで。打つのっていうのは当たる当たらない別にしてで速い球。 見るっていうのも大事ですねバッティングセンターでも気をつけないといけないのは目からだいぶ離れましたけどほとんど大体ストライクでバッティングセンターなんで17球とか20球って決まってるからみんなもったいないから全部振るんですよあれ気をつけた方がいいででですその感覚で試合行くと何でも振っちゃうんですよだからストライクを打つっていうバッティングセンター行ってもボールは来る時あるんでだからボールは打たないっていうふうにしてやった方がいいですバッ,ティングあのバッティングセンターは。バッティンングセンター好きの子って 何ででも振るんですよ <laughs> そうそうそう,そ,う,そ,う,そ,うそれが結構試合に出ちゃったりする時あるからバッティングセンターなんかはもうほんとはちゃんとストライクを打つっていうふにした方がいいと思います。いや僕はやっぱり外野フライを打てるようにだから基本的には緩いボール80キロとか90キロっていうのはもう山なりのボールがくるんで小学生の距離のバッティングセンターなんかないんで大体18.44とか。 の距離でやるんで,でそうなると山なりになるんですよでそのピッチャーからバッティングセンターがこう山なりでくるボールに対してバットはこうやって出ちゃうと良くないんで極端に言うとこう合わしていくように振っていったほうがいいですそうすそう合わせるようでガイアフラーで,でだいたいホームランってあるじゃないですかあそこを狙って打った方がいいです120-30キロぐらいになってある程度こういう軌道になってくるんで バットの軌道先こうくるやつに対してこう打ちなさいってなった時にこのバットのヘッドが自分の体の背中側とか外側ぐらいからこう出てくくるのは良くないんですよ手はまっすぐこうやって降りてくるんですよね。でバットの軌道がこれに対してついてくるんでこのままいっちゃうと上から下になる。 難しいんですけど手がここに来た時にバットの軌道ってこういうふうにして入ってきた方がいいです極端に言うともうちょっとこの辺ぐらいから入ってきてもいいぐらいなんですよ。最初からこうやって入れてくるのはよくないんですよ。ちょっと立体感がないんであれなんですけど手は絶対にここで打ちたいってなった時に手はまっすぐこういうふうにして入ってきたいんですよね。でこれにつられて バットがこういうふうに入ってくるという。自分の体の前でバットがこうやって降りてくるっていう。これが一番です、ねで。これをみんな手で言うと、こっち側から降ろしてくるとか、背中側からこうやって降ろしちゃったりすると、バットは遠回りします。 だからこの手がまっ、あ、すぐこうやってボールの方に対してきてこのペンがまあちょっと短いですけどバットとしたらこっからバットのヘッドがこうやって落ちてくるっていう。だからまあこういうこういう軌道になってくるのかなと思うんです。 チャンネル登録をよろしくお願いいたしますあと野球の質問等はですね概要欄の方に詳しく書いていますのでどしどし質問よろしくお願いいたします